腰谷梅林公園正面腰谷梅林公園は埼玉県腰谷市大林にある公園。この公園周辺の大林、大草地区はそれまでの桃に変わり昭和30年頃からは梅の生産が盛んになっていたが人口の急激な増加に伴って宅地化が進み果樹園や畑は次第に残り少なくなった。梅林や 養鶏場が存続していた当地も1987年2月に住宅建設が計画されたが、昔ながらの梅の名所を残したいと越谷市が用地買収して整備を進め、公園として1988年2月に開園した。芝生広場付近元荒川佐岸沿いの約2.56ヘクタールの敷地内には、現在白梅、紅梅、白加が、万白,白、花がなど、 約240本が植えられ、この他に、梅の見本園として33種類66本の梅の木が植えられている。梅の木、公園内はよく手入れされており、梅の木の他に、自動広場や池垣広場、芝生広場、ゲートボール場が設置されており、梅の花の時期以外でも、散策などには最適である。1995年から毎年3月上旬に2日間に、 わたって開催されており、茶会や甘酒の無料サービス、草花の販売、地元自治会等による模擬店の出店などで賑わう。1993年から毎年6月に梅の実の収穫体験が行われている。この行事は自然と触れ合い、収穫の喜びと楽しさを体感してもらうことを目的として、越谷市が実施しており、事前に抽選で選ばれた希望者や、 市内の小中学校の児童、生徒が参加している。越谷の歴史年表から1994年、越谷市ホームページ、広報腰ヶ谷1988年3月1日、発行、799号1面8面越谷市、ホームページ、広報越谷データベース、広報腰ヶ谷1995年3月1日発行、965号4面、 腰ヶ谷市ホームページ、広報腰ヶ谷、データベース腰バ谷梅林公園梅まつり腰ヶ谷市、ホームページ、広報腰ヶ谷1993年6月1日、発行、9 2 5号一面越ヶ谷市ホームページ、広報腰ヶ谷,谷,谷、データベースハット ABC 腰バ谷梅林公園、腰ヶ谷市ホームページ腰ヶ谷市ホームページ、ありがとうございます。